あなたナインティーン、ありがとうございます。ナインティーン19回目でございます。本当ありがとうございます、ね、新年度スタート2017年度スタート OK OK カモン。2017年度は俺が売れる年だ。ありがとうございます。この大野トークはですね、吉本芸人大野貴博が10分、ゆるふわでトークをする、まあそういうね企画でございます。新年度一発目大野トークということで、これの飲み物ね、今実は朝の10時です。はい、まあこれね、夜に上がってると思いますが朝の10時です。はい、ワンダモーニングショット、ありがとうございます。はい、ワンダモーニングショットでね、もう文字通りモーニングをショットしようとこういうことでね、もう朝これ飲みたいと思います。それではいただきます。コーヒーって美味しいのか美味しくないのかわからない。ありがとうございます。なかなかね、缶コーヒーは僕あんま買わない、派、うん、買わない流派なんで、まああんまりね、うん、美味しいのかな美味しくないのかわかんないけどね。でもワンダモーニングショット美味しいっす。はい、ワンダさんです。朝日さんかな、ワンダさんかな、朝日さんかな、わかんないけど会社ね、すごい美味しいっす。ね、すごい美味しいです。CM 待ってます。僕が CM やったらね、面白そうな感じになるでしょうね。はい、ということで、ね、4月1日ということでね、まあ、突然ですが、大野放送協会、今日をもって終わりにさせていただきます。エイプリルフール。エイプリルフール。ありがとうございます。もうこれ早めにエイプリルフール言っとかないと。ね。こんなね、弱小 YouTuber ね。本当に底辺の、なんだろう、そこにある、どうかな、諦めの中の、うんこ YouTuber ね。うんこチャンネルね。でもね、やめますって言って、炎上しちゃうかもしれないから、もうすぐ言った。エイプリルフールです。はい。だからってね、俺ね、まあ、今、嘘をついちゃいましたけど、僕ね、毎年思ってたことがあるんですよ。364日嘘はついてもいいと。うん。でもね、1日だけは嘘ついちゃいけない。それいつの日かって。4月1日なんです。うん。俺はね、絶対エイプリルフールには嘘をつかない。そう決めて、26年間、もうすぐ27です。生きてきました。初めて嘘ついちゃいました。楽しいエイプリルフール。まあ。はい。ゆるふわでいきたいと思います。よろしくお願いします。ね。まあね、4月1日ということで、まあ今年の7月にね、2年目、まあ2年、2年目じゃないわ。丸2年経つんですよ。この放送局が始まってから。で、チャンネル登録者数が今132人。4月1日の午前10時現在132人で、先ほど確認しました、ね、132人ということでね、まあ、なかなか厳しいと、このままじゃいかんと、本当に終わっちゃうと大野放送協会、なのでね、まあ、これからもね継続して、面白い動画を出していきたいと思いますし、継続してゲストを呼びたいと思いますし、ね、まあ、大野さんにこういうことやってほしいなとかね、一人の動画の時の方が面白いなとかね、そういう意見とかね、なんか、なんでもいいんですよ、コメントって。同じこと何回も言ってるでしょ、俺。同じこと何回も言ってるよ。コメントをね、して、まあ、交流を図って、ディスカッションして、で大野放送協会を一緒に高めていく、ヒカキン TV を超えるチャンネルにしたいと思います。
ヒカキン TV を超えたいですね。目標はそこですよ。ヒカキン TV もうすぐ400万人になりますね。400万人ですよね、もう少し。まあ今390何万人とかな、確か。まあ毎日見てんでね、ヒカキン TV は。390何万人 VS133 人の戦い。まあ無謀ですよ。無謀です。でも僕は諦めない。絶対に日本のトップ YouTuber になる。ありがとうございます。もう芸人どこ行ったんだ、おい。おいおいおい、タカヒロ、芸人どこ行ったんだお前ね。僕はあくまでも心は芸人です。ありがとうございます。まあちょっと先月の振り返りもしときます。前年度の振り返りでもしときます。まあね、1年間通して、まあなんか進歩のない年だったなと。2016年4月1日にリニューアルしてね、そっから昨日ね、2017年3月31日まで、ね、そんなに進歩のない、何が進歩あったかって言ったらゲストを呼ぶぐらい、でゲストを呼ぶ回って、まあ視聴回数ちょっと上がるんですけど、それでもね、まあ多くて何百回とかだから、まあ全然だよね。やっぱ4桁は行きたいよ、さすがに。ゲスト呼んで面白い動画撮ったら4桁は行きたい。まあチャンネル登録者132かな、132の俺がね、4桁なんて夢のような話、ふざけんなっていう話だけどさ。で今でも思うんですけど、なんであの吉本印天然素材のダンス、あれなんで炎上してるんですか俺。未だによくわかんない。七不思議の一つなんですよ僕。七不思議あります。順次公開していきますけどね。僕が思って七不思議の、まず一つ目。なぜあの吉本印天然素材は炎上してるんですか、僕のダンス。なんか気に食わなかった。昔の話ですね、これも。2015年の話なので、まあ、あれなんですけど。なんか気に食わなかった。なんか YouTube ってわかんねえなと思ってるんですよね。でもそれだけなぜか再生回数8200何回とかなんですよ、今。なんで？なんでそれだけ、そんな再生数多いんだろうな。よくわかんないね。YouTube よくわかんねえな。でもね、YouTube で一番大事なのは僕はサムネイルだと思ってて、内容どうこう。まあ内容もね、一応大切なんですけども、サムネイルで見るか見ないか決まるじゃないですか。この1年はね、ちょっとサムネイル凝ってみよう。この1年はっていうか、これからね、サムネイルもっと勉強しようと思って。で、あと内容ももちろん面白くしてね、頑張っていきたいと思いますけど。まあ、先月はデンさん、ね、ゲストをお呼びしました。非常に、僕の中ではね、すごい楽しい収録、撮影だったんですね。で、まあ、視聴回数もいいし、デンさん、すごい頑張ってくれて、なんか本当に、滑らない話とか大喜利とかね、ネタまでやってくれてね、ああこれ真の芸人だなと思いましたね。デンさんありがとうございます。まあ、そして今月もね、まあ、ゲスト、もう決まっております。はい、撮影日ももう決まっております。皆さん楽しみにしていてください。もう爆裂に伸びる動画作っちゃうよ、高井のね。まあ、ということでね、オノトーク9分、経ちましたけども、まあ、今年度、一発目ということで、やっぱり、気合い入れて、やりたいと思います。本当に売れるんだということで、今月の12日に、もう僕誕生日迎えたら27なんですよ。もういい大人ですよ。鼻毛出てんの、なんかちょっと。ごめんなさい、なんかちょっと鼻毛出てねえか、ちょっと違和感がある。もう12日に、27歳になるんで、経営でいきたいと思います。今年こそね、チャンネル登録者まず1000人、再生回数1000超えるの、まあ、平均的に超えたいな、なんとは思っています。ぜひね、今年度、これからの OHK 皆さん楽しみにしててください。コメントも待ってます。ありがとうございました。オーロトーク19、これにて、終了。